くり飛行機チャンネル。あ、忙しい忙しい。そんなに慌ててどうしたんだ？なぜか今日は参拝客がものすごくたくさん来ているのよ。一体どんな風の吹き回しなのかしら。そういえば昨日この神社にお賽銭をした人が宝くじの一等を当てたって噂を聞いたよ。なるほど、そのご利益にあやかろうとたくさんの人たちが詰めかけたってわけか。そうなんだ、そんなことなら掃き掃除なんてする前に私も宝くじを買っておくんだったわ。ははは、優先順位を間違えたな。まあいいわ、こうして今日はたくさんのお賽銭をゲットできたことだしもう満杯よ。今の最優先は賽銭の回収よ。悪いけどあんたたちに構ってる暇はないわ。まあまあ、ちょっと待ってくれよ。優先順位といえば以前にこんな出来事が起こったことがあるんだ。というわけで今回紹介するのは、ガルフエア07に便墜落事故についてだぜ。ガルフエア、初めて聞く航空会社だよ。ガルフエアは西アジア、中東にあるバーレーンの国営航空会社よ。日本への飛来はないものの、中東諸国やインド、イギリスやスペインなど様々な国との路線を運航している。現在の機材構成は、A320 などの中型機を中心に、一部ボーイング787の導入も進んでいるわ。一方で過去には A340 やボーイング777など、大型機の運航実績もあるのよ。おう、金色の塗装がなんだかゴージャスだね。その一方でガルフエアは赤字拡大に伴い、2010年代から運航路線の見直しや使用機材の整理縮小を強いられたんだ。今回事故を起こしたのはそんなガルフエア07に便、前置きはほどほどにしていつも通り経過の確認から始めていこう。お願いします。事故が起こったのは2000年8月23日のこと。ガルフエア07に便はカイロ国際空港から、バーレーン国際空港までの定期便だった。カイロといえば、エジプトの首都だね。このフライトを担当したのは当時37歳の機長、彼の総飛行時間は4400時間程度だった。一方副操縦士は当時25歳で、彼の総飛行時間は600時間程度だった。副操縦士はまだ若く、経験も浅いパイロットだったのね。彼は事故が起こる前年の7月にガルフエアに入社、事故が起こる4ヶ月前に副操縦士資格を取得したばかりの人物だったんだ。以上2名の運航乗務員に加えて、6名の客室乗務員と135名の乗客、合計143名の人たちが搭乗していたんだ。使用機材は A320、機長が操縦を担当し副操縦士がそれ以外の業務を担当した。072便は定刻を遅れること1時間、回廊17時前に離陸、バーレーンに向け、至って順調に飛行していた。ここまでは何の問題もない、順調なフライトだね。そして離陸から3時間半ほどして、072便はバーレーン空域に到達。空港から55キロの位置を着陸に向けて降下しており、着陸滑走路はランウェイ12が予定されていた。072便は高度1500フィートへの降下指示と、VORDME 侵入の指示を受けた。VORDME というのは無線標識の一種よね。誘導電波を用いて正確に侵入する ILS とは異なり、無線標識への方角と距離を頼りに侵入するため、非精密侵入とも呼ばれるね。ランウェイ12への非精密侵入を試みている途中、機長は副操縦士にいくつかの質問をした。いくつかの質問？君はもう準備ができているね。もし何か変更があっても、そのまま続けるとは言わないでね。DME はきちんと作動しているかい？気をつけてね、OK？ あなたのためにフライトプランを変えます。無線後方に、OK？ 着陸直前に、立て続けに質問を投げかけたのね。まだ若く、経験の浅い副操縦士の教育を目的としていたのかな。そう考えるのが自然だろうな。一連のやり取りを終えてから約2分後、072便は空港から17キロの位置を飛行していた。いよいよ着陸も間近ね。ほどなくして機長が滑走路を視認、高度は1000フィートを切っていたがこの頃機長はある決断をした。ある決断？彼は、これは侵入を続けられない、と発言し、今ここで360度の旋回を行いたいと管制官に告げるよう副操縦士に指示したんだ。侵入を続けられない？072便に何が起こっていたんだろう。侵入が不安定だったため、旋回しながら体勢を立て直すことにしたんだ。あれ、順調に降下していたんじゃなかったの？実は着陸侵入が不安定で、高度が高すぎるのに加え速度も速すぎたんだ。本来であれば着陸基準速度は136ノット程度だったが、実際の速度は223ノットに及び着陸するにはあまりにも速度が速かった。さらに着陸前の4分間で3回スピードブレーキを展開するなど、機長は速度が速すぎることを認識していたと考えられる。機長は、旋回することで時間を稼ぎ、その間に減速しようと考えたんだね。でも着陸直前の360度旋回といえば、アライアンスエアーの事故を紹介したわね。あの事故の着陸直前に不安定な侵入をカバーするため旋回。
姿勢が不安定になるとともに体勢の立て直しに失敗して起こった事故だったね。この時点で滑走路からの距離はたった 1.7 キロ。その一方で旋回直前の高度は約600フィート、しかも速度は177ノットに達し、フラップの展開も遅れていた。177ノット、着陸前の速度にしては速すぎるわね。管制官から旋回許可を受け、機長はサイドスティックを左に傾けた。072便は最大で36度左に傾きながら陸地を逸れ、空港北側の海上を目視に頼り旋回していた。旋回中にギアとフラップの展開を完了、チェックリストを含めて着陸準備も完了。あとは滑走路に正対し、無事着陸を成功させるだけとなった。一時はどうなるかと思ったけど、なんとか体勢を立て直しつつあるようね。そして360度の旋回も終わりに近づき、滑走路と正対するために最終旋回を再開した。だが最終旋回開始が遅れ大回りとなったため、ランウェイ12の中心線上をオーバーシュートしてしまった。滑走路の中心線を大きく行き過ぎてしまったんだね。機長は行き過ぎてしまった、と言い、滑走路に正対するため再び左旋回して飛行進路を調整しようと試みた。でも空港は間近よね。体勢を立て直すほどの余裕はあったのかしら。機長は機体を大きく左に傾けて正しいコースに戻ろうと試みたが、生まれていたズレはあまりに大きすぎた。滑走路からこんなに逸れていたなら、着陸を続けるのは困難だ。このまま侵入を続けることが困難だと判断した機長は、こうアラウンドする、と発言。彼はサイドスティックを引いて上昇を試みるのと同時に、スラストレバーを都外地にセットした。都外地？つまり最大水力ね。結果072便は191ノットの速度と1054フィートの高度で、滑走路を横切るような形で飛行していた。しばらくして、フラップの位置に対して速度が速すぎる旨を知らせる警報が作動した。フラップの展開が可能な速度を超えると、速度超過警報が鳴るんだよね。最大水力が適用されていたから、加速するのはあっという間だったでしょうね。だがこの次に機長はサイドスティックを押し機種を下げたため、072便は上昇から降下に転じた。侵入をやり直すのに機種を下げた？なぜ？その途中には降下率が異常なことを知らせる警報が作動したものの、機長はサイドスティックを押し続けていたため高度はみるみるうちに失われてしまった。どうして機長は警報を無視して、サイドスティックを前に倒し続けたんだろう。低高度を飛行しているのにサイドスティックを押していたんじゃ、すぐに地表に激突しちゃうわよ。急降下とともに速度はどんどん増大、速度超過を防ぐために機長は慌ててフラップを完全に格納するように指示した。そしてこの指示から約7秒後、機長はフラップは全部上がったか、と尋ね副操縦士は完全にアップ、と答えた。だがそうしているうちにみるみる高度は低くなり、上昇から急降下に転じてから10秒後、彼は一転してサイドスティックを引き始めた。そのため一時は機種上げ姿勢に移りつつあったが、機長は再び操縦桿を押した。機長は完全に混乱している様子ね。072便は降下速度を緩めることができず、そのまま空港北側の海面に激突。機体の損傷はひどく、その残骸は広範囲に散らばっていた。これは、生存の見込みはかなり厳しそうね。ああ。結果、乗員乗客の全員が犠牲になったことが確認された。ゴーアラウンド自体は機長にとって難しいことではなかっただろうに、なぜ彼はこんな不適切な操縦をしてしまったのかしら。侵入速度が速すぎたために、360度の旋回を始めたことが事故のきっかけになったね。一体なぜ072便はゴーアラウンドに失敗してしまったのかしら。ガルフエア072便はバーレーンへの侵入を試みていたが、速度があまりに速すぎた。着陸までに急いで速度を落とす必要があったことから、機長は滑走路から2キロ足らずの位置で360度の旋回を開始。やがて旋回を終え、滑走路に正対しようとしたがオーバーシュート。姿勢の回復が間に合わず、機長はゴーアラウンドを判断したがそれに失敗。上昇から急降下に転じ、空港北側の浅瀬に墜落してしまった今回の事故。072便に何が起こっていたのか、それは動画後半で説明しよう。お願いします。072便が事故を起こした周辺は水深3メートルほどの浅瀬だったため、残骸の回収は比較的容易で順調にデータの解析などが進められたという。フライトデータレコーダーやコックピットボイスレコーダーの解析が進められた結果、072便でいくつかの問題が起こっていたことが分かった。いくつかの問題？072便の侵入からして安定性を欠くものだったわね。そう、先ほど説明した通り072便の侵入は速すぎ、高すぎたんだ。高度と速度、なぜどちらも十分に落とすことなく侵入をしてしまったんだろう。降下が遅れた原因は、侵入開始よりずっと前にあったんだ。一体どういうこと？
管制官から高度3500フィートへの降下指示を受けていたにもかかわらず、副操縦士は高度7000フィートへの降下指示を受けたものと思い込んでいたんだ。管制官からの指示を勘違いして理解していたのね。管制官から3500フィートへの降下指示を受けてから約1分後、副操縦士が高度は7000フィートでしたか?との更新を行っていた記録があった。なるほど。それが全ての始まりだったのか。072便は管制官の指示から1分遅れて降下を開始、この1分の遅れが十分な減速を困難にした。機長は数回スピードブレーキを展開しながら降下したが、それでも速度は基準速度を大きく上回っていた。そして着陸寸前になって、彼は予定になかった360度の旋回を開始したのね。本来であれば無理な進入をするのではなく、進入を取りやめて体勢を整えてから、再度進入を試みるべきだったかもしれないね。そう、今回の事故の中でも大きな問題の一つとして、機長が状況判断を誤り、進入の取りやめを決断できなかったことにある。なぜ彼は慎重になることができなかったのかしら。これだという理由は特定されなかったものの、調査に参加した研究者の指摘は次のようなものだった。それは予定外のことが起こった時、正しい手順を逸脱した行動を取ることがあるというものだった。一見、当たり前のようにも思える指摘ね。予定外のこと。今回の場合で言うと、着陸進入が著しく不安定になったことかな。そして今回で言う正しい手順というのは、ミストアプローチコースに従って飛行することだったわよね。そして手順を逸脱した行動というのは、着陸寸前の360度旋回だと言えるよな。本来であれば予想外の事態に直面した時はマニュアルを参照し、冷静に状況を分析すべきだ。1980年代に起こった事故の半分は、マニュアルに従って操縦することで防ぐことができたとの研究結果もあるんだ。私たちの生活ではマニュアルに縛られるのを嫌う傾向がある人が多いけど、パイロットの世界ではむしろ逆なのね。マニュアルに従って操縦していれば、進入をやり直す判断ができたかもしれないね。機長が着陸を続ける判断をしたのは、いくつかの理由があると考えられている。いくつかの理由?ゴーアラウンドすること自体がよくあることではないのに加え、これを実施した際は会社に対して報告書を提出することが義務付けられていた。さらにパイロットにとって不利な処遇を受けることがあると社員の間で考えられていた。無論ガルフエアはそのような可能性を否定しているが。ゴーアラウンドをすると懲罰的な措置を受けると考えられていたのね。そりゃ判断を迷うのも納得だわ。さらに着陸寸前の360度旋回についてはガルフや乗員の間でも意見が分かれ、社内でも意識の統一ができていなかったこと。さらに経験の浅い副操縦士に多くのことを学ばせるため予定外の旋回を実施した可能性、また機長のプライド、自尊心から旋回を実施した可能性が指摘されている。機長は進入中、副操縦士に多くの質問をしていたから、副操縦士の教育に熱心だった可能性もあるね。しかし副操縦士資格の取得からたった4ヶ月しか経っていなかったんじゃ、機長に対して危険や進入のやり直しなどを指摘するのは難しかったでしょうね。さらに副操縦士の訓練記録からは、彼が恥ずかしがり屋であまり主張をしない人物だとの記載が見つかった。彼が生まれ持つ、性格的なことも影響したということだね。そして機長は副操縦士を意思決定プロセスに含めず、多くのことを自分で決めていた。報告書によると、もし機長が副操縦士に対して積極的に意見を聞いていれば、より発言しやすい環境を作ることができた可能性が高いということを強調している。なるほど。つまり乗員間のコミュニケーションに問題があり、クルーリソースマネジメントが不適切だったことも事故の要因になったのね。このような経過を経て072便は360度の旋回を決定。旋回中の操縦操作も一部不適切だったとの指摘がある。旋回自体は問題なく行われていたんじゃ。何が問題だったのかというと、機長のサイドスティック操作が過剰に行われていたんだ。操縦が過剰に?というのも旋回中、072便のフラップは最大まで展開されていたんだ。着陸が近づいてるし、フラップを展開するのは自然なことじゃないの。確かに着陸の最終段階でフラップを最大まで展開するのは、何ら問題のない操縦だ。だが報告書によるとフラップの展開に伴って操縦性能が低下することから、旋回するのならば最大の1段階手前で留めておくべきだったと指摘している。36度もの大きな傾きで飛行していたのも、この辺りが影響していたんだろうね。急旋回に伴って、滑走路に正対するための最終旋回も素早く行う必要があった。だが機長のサイドスティック操作が一定でなかったため、しばらく滑走路と垂直に飛行。072便が最終旋回を始めたのは、滑走路の中心線を少し過ぎた頃だった。なぜ最終旋回が大幅に遅れてしまったのかしら?それは彼らが夜中の海上を飛行していたため、目標物がなく旋回のタイミングが遅れたためだと考えられている。
彼らは計器ではなく、外部を見て旋回を行っていたため、どの程度旋回していたのかをつかめていなかった可能性が高いね。そして機長は状況を整理するために一旦旋回をやめてしばらく飛行、そして状況を判断している間にオーバーシュートしてしまったものと推測された。わずか数秒から数十秒の間だっただろうけど、高速で飛行する飛行機が行き過ぎる時間としては十分なものね。旋回開始から1分半後には滑走路を視認、だが機長はオーバーシュートしたことに気づいていた。彼は侵入を続けるのが困難だと判断し、ゴーアラウンドを宣言した。そしてこのゴーアラウンドに失敗したことが、事故の直接的な原因になった。ゴーアラウンドの当初は順調だった。機長は操縦桿を引き推力を増して上昇を試みていた。しかし彼はマニュアルにある15度の機種上げ姿勢を保つのではなく、最大で 9.1 度の機種上げ姿勢を保つにとどまった。機種上げ角度が小さかったため水力過剰となり、速度超過警報が作動。彼らはゴーアラウンドと同時に、鳴り響く警報への対処も迫られていた。乗員たちは強いプレッシャーを感じていた可能性が高いわね。さらに管制とのやり取りも同時に行われ、管制官から左旋回するのか右旋回するのかを尋ねられた。そして飛行進路や高度などの指示も与えられた。短時間のうちにこなすべきタスクが一気に急増しているね。そして機長は突然サイドステックを前に倒したため、機体は機種下げ姿勢に移った。わからないのはここよね。なぜ上昇が必要な場面で機長は機種下げを試みたのかしら。この時乗員たちは空間式失調に陥っていたと考えられている。空間式失調というのは夜間飛行や悪天候により、時期の姿勢を正しく把握できなくなる現象のことよね。この時は天候に問題はなかったものの、月のない暗い夜だった。そして目印のない海上を飛行していた。空間式失調を引き起こすには十分な条件が揃っていたのか。加えて彼らは様々なことに対応する必要があった。慌てるあまり空間式失調に陥ったとしても何ら不自然ではないわ。本来であれば景気を確認することで飛行姿勢は簡単に把握することができるが、今回の場合乗員たちは景気ではなく、機外に視線を傾けていたと推測されている。機長は体感で上昇しすぎていると感じたため機種を下げた可能性、または警報への対処に追われるあまり無意識に機種を下げた可能性が推測される。景気ではなく感覚に頼るのは、空間式失調に陥った際取るべきでない行動の一つよね。いずれにしても、景気を確認して状況認識が正しく行われていれば、機種下げ操作は行われなかっただろうね。少なくとも、機種を下げ続けることはなかったかもしれないわね。そして最後に彼らは降下率が異常なことを示す大地接近警報よりも、速度超過警報を優先して対応した。本来は速度超過より差し迫った危険である、低高度における地表への異常な接近を未然に防ぐ必要があったとの指摘がある。以上のことからゴーアラウンド後、乗員たちに大きな負荷がかかる中空間式失調に陥ったこと。そして対処すべき警報の優先順位の判断を誤り、繰り返し鳴っていた大地接近警報に対する行動が大きく遅れてしまった。結果体制の立て直しが間に合わず、事故が起こってしまったものと結論付けられた。今までも、大地接近警報装置への対応が遅れたために起こった事故を数多く紹介したわよね。大地接近警報が作動したら、何より真っ先に地表との距離を保つようにしなければならないのかもしれないね。今回の事故を受けてガルフエアでは、シーフィット回避と大地接近警報への対応を中心とした訓練が強化された。さらに管制官がパイロットから非標準の手順を要求された場合、飛行状態を確認した上で必要に応じて許可することが規定された。これがガルフエア07に便墜落事故の概要だぜ。今回の話を聞いて、何事も優先順位を見誤らないようにしないとと感じたわ。そして、いつもと違うことをするときは、より慎重に冷静にならなければならないんだね。それじゃあ、ちょっとゆっくり空港紹介のコーナー。今回も尺が厳しいんだね。最近、マリサの話が長いったらあやしないのよ。今回紹介するのは礼文空港よ。礼文空港。礼文空港はその名の通り、北海道の礼文島にある800メートルの滑走路を有する空港よ。礼文空港にはどんな特徴があるんだ？その特徴は何といっても、日本最北端にある空港だということよ。日本最北端は稚内空港じゃなかったの？確かに、大昔の空港紹介のコーナーで霊夢がそう言っていたぜ。それは若さゆえの過ちってやつでブツブツ。この空港があるのは稚内宗谷岬のほぼ真西なんだけど、稚内空港よりもさらに北にあるのよ。おお、本当にわずかな差なんだな。でも礼文空港は現在休止しているそうよ。だから定期便がある空港としての最北端は稚内空港なんだって。だからって間違ってないとは言わせないぞ。それにしても、休港ってどういうこと？
レブン空港は地元住民の期待を背負い1973年に開港したものの利用率は伸び悩み、2003年には定期路線の運行がなくなってしまったわ。なるほど、それで空港の休止を余儀なくされたってことか。現在休止は2026年までの延長が決まっており、再開のめどは立っていないみたいよ。なかなか厳しい状況なんだね。それでも廃校になったわけではなく、あくまで休止中、いつか再び飛行機が飛んでくる空港として蘇ってほしいぜ。本当ね。それじゃあ今回の動画はここまで。ご視聴、ありがとうございました。どこまでも青い空飛んでゆく飛行機雲明日